デビュー当時のヨハン・シュトラウス2世、記念の歌作品1は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した、ウィンナワルツ。などの放題があるが、本記事では、ヨハン・シュトラウス2世作品目録に従い、記念の歌を正式なものとする。ヨハン・シュトラウス2世のデビューの告知。ダンスの夕べと新聞に広告されたが、当日は事実上のコンサートとなった1844年10月15日。 ヨハン・シュトラウス2世は、カジノ・ドム・マイヤーにおいてデビューした。ヨハン2世はまず当時の監修に従って、オベールやマイアベアのオペラの序曲を演奏し、それから、以下の4つの自作品を初演した。この中でも、記念の歌は、目玉作品であり、とりわけ聴衆を熱狂させて19回もアンコール、されたという。デビューコンサートは、大成功を収め、 デア・バンデラー神は10月19日の紙面で、おやすみランナー、こんばんはシュトラウス一世、おはようシュトラウス二世、と称えた。第一話ルツジは、流れて1894年10月15日前後、ヨハン二世が音楽家生活50周年を迎えたことを祝って、盛大な記念行事が、ウィーンのあちこちで催された。弟のエドアルト・シュトラウス一世は、ヨハン二世のワルツメドレー、 カカンを作曲し、メドレーの2番手として、兄のデビュー当時を象徴する、この記念の歌を配している。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は以下の通りである。ありがとうございます。